いや、いい、立派ですね、これ新宿御苑の一番いいんじゃないですか、今ネスビライクのやつが一応ソメイヨシノよりもやっぱボリュームがあるね。駿河台、駿河台よ。まあ一応と不現像の違いっていうのは八重桜でも白い方ね、白いやつ、このメシベの数で判断する。はい、カフェダイニングテラス東京、今日ここでね食べたいと思います。そしてですよ、向こうがですよ、いつものなんだっけ、白いハンバーグの店ですね。向こうは混んでますね。あ、ウィルね、ウィルだ。はい、じゃあ今日は松本くんと、なんだっけ、テラス東京、テラス東京。じゃあ俺もハンバーグしようかな。ハンバーグだね、チキンステーキ、まあ、ハンバーグしよう。のこれは何、セットになってるわけじゃなくて、セットはまた違うんじゃない、ね、まあどっちも、まあいいや、もうこれで、すいません、自家製ハンバーグ、自家製ハンバーグ、はい、どれソース3つあるよ。ね、じゃあどうしようかな、ガーリックバター醤油で、僕はソースなしでお願いします。はい、ありがとうございます。はい、いや、そういえばさ、静岡で行ったのね。まあまあ、静岡って焼津なんだけど。はい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 。ハンバーグ味する、味ついてなくて、さすがだね、もうこういうレベルか。ごちそうさまでございました。いや、美味しかったですね。いや、めちゃくちゃ美味しかった。あのね、ミュウも混んでますけどね、今日は、食べましたけど、また来たいと思います。はい、新宿御苑にやってまいりました。この前も来ましたけどね、救急車があちらに来ております。はい、ということで新宿御苑、桜がまだ咲いているんでしょうか。荷物検査されちゃうよ。何これ、取ってダメなの、これ。いや別に取っていいでしょ、これ。あ、ラッパダメ、はい、500円。今深夜、夜空いてんだけど高いよ。高え、何これ、あれ、あれでもいけんの、年パスでいけんの。年パスダメ、まあまあ、あそこすげえね、やっぱり咲いてるね。お、あそこら何、ソメイヨシノじゃないの、あれ。多分一葉だと思う。一葉、まああの辺のやつって八重桜って、葉っぱと葉っぱが出てで花が咲くみたいな。あ、そうか。うわ、すごいね、あれは。だからもうあれだよ、来週ぐらいまでかな。立冬だってさ。おー、すげえな。うん。いや、今年早かったんでしょ、でも。早いよ、めちゃくちゃ早い。うん。うわ、なんかこう曇ってるね、最近こう。まあ、しょうがないね。明るいって感じ。あ、ここでもかなり散ってるね。あれは奥のピンクのやつはまだこれからだね。おー、関山、関山、関山ってやつ。まあ、怪獣だね。おー、あー、この辺りがいいね。おー、ここは立派だね。でも田舎とか行くとさ、一本桜がすごい人気あるんだよね。なるほどね、しだれとかね。しだれとか、うちの近所もそうなんだけど、大型バスで来るからね、一本のために。あ、これが一応とある由縁、この桜が一応たる由縁なんですけど。並んで、並んで、ほらこれね、あ、みんな並んで、これが一個しかないと、芝居があって。で、この何、基本的にこれ八重桜、違うでしょ、あの、全然違うね、染吉のとこ、違う違う、いっぱいこうやって放ってから、で、これ1個のやつが、メスビが1個のやつが一葉って言うんだって。へぇ、うわ、ふわふわしてるね。もこもこもこしてる。ほんとこれ、髪飾りみたいだね。マリでもマリマリね。
まだね、新宿御苑の一葉、これが不現像で、これも同じ八重桜なのね。ああ、で、ほら、こっちはめしべが2つついてるでしょ。ああ、ああ、本当だ。なんで、まあ一葉と不現像の違いっていうのは、八重桜でも白い方ね、白いやつ、このめしべの数で判断する。不現像、無限、不現像、不現像、普通の府に、賢者の賢に、造形の像かな。さあ、これは何ですか。これは一葉だよ。はい、うん、違うじゃん、不現像じゃん。不現像、これも一葉だ。不現像、見た目はなんか一葉っぽいけどね。ふわふわしております。すごいね、これ八重桜。うん、新宿御苑でも最も多い桜の一つで、これね、このピンクのやつ。これは何？これ石山ってやつ。ああ、石山ね、この前見たね、あそこで。そうそう、これはもう本当に色が鮮やか、濃いね、濃いな。まだこれからだもんね。一葉って一の葉なの？一の葉、うん、樋口一葉の一葉。ああ、そうか、あ、そっか、取ったかな。分かった。これはね、違うか、ホオノキ。ああ、ホオノキがあれですよ、これ交番あれじゃない、飛騨とか行って、飛騨牛とか交番に乗っけて焼いたりとかするじゃん。知らん。ああ、これソメイヨシノか。風がすげえ、風が、あれがすごいじゃん。うわー、風に舞ってるよ、花びらが。でもまだあれだね、桜吹雪にはならないね。ソメイヨシノの桜吹雪。一本ぐらいこうやってピッてねえ、取ったらいけんしょ。はい、こちら一葉でございます。一葉桜ですね。いやー、ソメイヨシノよりもやっぱりボリュームがあるね。まあ、ボテボテってしてるから、あんまり美しくないっていう人もいるかもしれないね。そうだね。まあ、金魚でいうとこのデメ金ですか。さあ、これは、これ何なんだ。ああ、チューリップはいいね。春は桜が咲くから、春は花が咲くからいいね、まあ、冬に来た時よりも。わあ、桜が舞ってる。まあ500円の価値ありますね、これは。冬に来た時よりは全然いいわ。2匹の桜はただでしかない。いやいや、あの、あるよ、普通にバーってこういう、こういうところで、広場で桜咲いて、俺 YouTube 上げてるよ。雨のような。うわー、これもすごいね。これ詰まってる。おお、詰まってる、詰まってる。これは2本？いや、これは2本っていうか、これまだ違う。あ、石山か、これ、うん、こちらね、石山です。さあ、日本庭園の方行ってみましょう。おお、こういう日本家屋と桜はいいね。これも八重なんですね。八重じゃないんだよ、名前が八重で、だって橋渡る必要ない。まあ、このまま当たったね。ああ、この辺りね、いいね。ここら辺やっぱり絵になるんだろうね。まあ、ちょっと浜離宮じゃなくて、あの、なんだっけ、あそこ見たい。浜松町にあるところ。浜離宮だよ。浜離宮じゃない。あれ？浜離宮はあれから、あれでしょ？海のとこでしょ？浜松町の感じが違って。浜離宮じゃなかった。八重市だ。八重山市だ。さっきのやつだな。で、これが駿河台によって、桜で。駿河台？駿河台匂い。駿河台匂い？うん。で、実際何、どんなのあるか。香りがするね、これ。桜餅の。ね。ああ、本当桜餅の匂いするね。桜餅の匂いするでしょ。な、桜餅の葉っぱか、これ。いや、桜餅の葉っぱは塩漬けしてるって、
それで勝手に何、ああいう香りが出るらしいよ。これはでも普通に花として香りが。なるほど。だからバラとかもそうじゃない。バラもあの香りがあるやつとかないやつとかあるから、うん、こんな感じだと思う。でこれがモミジの花。モミジの花。花、この赤いやつが。へえ。これは何なんだろうね。ここ書いてるね。あ、関さんだねこれ。書いてる書いてる。ね。はい、関さんです。ああ、空が青空になってきた。関さん。なんかコサージュにもなりそうな感じだね。あれってこうやって髪の毛切ってる。ああ、いいか。関さんです。はい。この広場はいいね。ここはちょっと。ここは桜木の桜木です。おお。チューリップがまた綺麗。このチューリップも、このチューリップ、チューリップで優しい。うん。かわいい感じ。本当。おお、ここも桜が綺麗ですね。ここもちょうどね、桜が舞ってますね。はい、ということでね。桜をいろいろ見て回っておりますがね、もうソメイヨシノはさすがないですけどね、いろんな桜もね、八重桜とかね、寒山とか、花によってはまだ今満開が楽しめる、そんな新宿御苑です。まあ、いいですね、外国の方も多いですね。あ、この辺もちょうどね、天気も良くなってきて、わ、空が青々しい。これも寒山ですかね。ここら辺もね、本当はソメイヨシノ咲いてたんでしょうね。どの桜？こう上向いて。うん。めっちゃ。市原虎ノ王って桜ですよ。市？市原虎ノ王。なんだ、市原虎ノ王。書いてるね。市原虎ノ王。誰がネーミングしたんだろうね、これ。市原先生か。市原にこういうのあったんじゃない？うん、愛知原市に。あれも桜。でもこうやって見ると、うん、なんか緑とかそんな感じじゃん。うん、真ん中にねちょっと赤みがついてる。あ、そう。あ、空がね青く天気になりましたよ。あ、これね。あ、本当だね、ピンクの桜もあるね。あれね、あそこの字読める？なんか面白い名前なんだよね。あそこ読める？わかんないか。わからん。俺も全然。なんとか金。あー、ここはいいね。こうやって、広がり。うん。そうだね。まだ今から満開、まだね、つぼみのがあるから、ね、まだまだ、まあ葉もあるからね、まあどっちもどっちか。今年は桜を見るからやんないのかな。もうやんないから一生。ああ、桜を見る会か。桜を見る会。あれ、去年は何、安倍首相も出た。あ、去年ないよ。だってあれでは例のさ、コロナでねえか。あれじゃない、桜を見る会も問題があってから一回もやってないから。やってないのか。うわ、これは。八重桜。名前は何て言うでしょうか。わからん。福六寿？いい名前だね。160だそうです。おお、すごい。いや、いい、立派ですね。これ新宿御苑一番いいんじゃないですか。今一番見ごろ。あ、そう、うん、はい、ということで今日はね、新宿御苑の、まあ、八重桜を見て回りましたけども、まだまだ新宿御苑桜が楽しめる、まだコロでありますね。はい、もう一回撮り直しじゃないですか。はい、ということでね、今日は新宿御苑の桜、主にね八重桜、寒山とかね、いろいろ見て回りましたけどね、まだまだ桜が楽しめると思いますので、もしよかったら新宿御苑ね、500円しますけども来てみたらいかがでしょうか。ということで、もしこの動画
少しでも楽しかったなと思った方おられましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。おお、携帯の方がいいかな。携帯の方がいいか。うわ、ここ広いね。広くて、あの広角で撮れば床向けたね。